ちあかちゃんです。今日はこちら、じゃじゃーん、はい、マッハバブルーンっていうね、もう TikTok とか見る方知ってると思うんですけど、 SNS で人気の洗面台をこの図のように汚れをきれいにしてくれるということです。で、なんとね、僕の今住んでるお家築50年以上になります。めちゃくちゃ古いお家で、引っ越してもう少しで1年経つんですけど、あのね、引っ越した段階でめっちゃ臭いんですよ、洗面台が。本当に臭すぎて、ポトンポトンって落とす系のやつをね、定期的に落としてたりしてるんですけど、マジで臭くて、なんかそういうのポトンポトン落とす系をしてて、今最近は匂いは落ち着いたんですけど、掃除されてないんじゃないかなと思って。どれぐらい臭いかっていうと、今ここリビングなんですけど、リビング廊下洗面所っていう感じなんですよ。そう、洗面台の匂いがリビングまで来るぐらいマジで臭いです。引っ越して1週間しか経ってないのに、もう匂いが臭すぎて、本当に僕もさやちゃんも困ってました。それぐらい臭いんですけど、今はそのポトンポトン落とす系で匂いは抑えられてるんですけど、匂いを落とせても根本の汚れはやばいんじゃないかなって思うので、これちょっと築50年のうちに試すとどうなるのか試したいと思います。汚れ詰まり洗浄、今回はおそらく匂いの元である、もうどこ臭いか分かんないんだよね。お風呂場が臭いのか、どれぐらい臭いかっていうと、下水の匂いします。1個700円ぐらいするんですけど、ポトンと落とすやつとかと比較すると少し高いんですけど、結構 SNS 見るとごそっと汚れが落とせてるので楽しみです。それではやっていきます。準備はいいですか？いきますよ。これやばいんじゃない？それでは、いきます。汚れと泡がドバッと吹き出る。相当やばいだろうな。塩素不使用なんだ。1本で2、3回分だって。3から7秒で噴射をやめます。しっかり振って、だって。いくよ、いきます。この6個ガチャオープン。よし、大丈夫？これ垂直になるように缶を押し続けます。それでは、いきます。セットー、はい、いくよ。見えるかな？3、2、1。うわー、手にぶつかってる。あれ、あ、うん、綺麗、え、綺麗なのか。汚れ一つもない。いいことなんだけど。嘘でしょ。ちょっととりあえず放置してみましょう。なんかこれで汚れが剥がれて2回目で落ちる可能性もあるみたいなんで。匂いはね、すごくいい匂いしてる。この何の匂いなんだろう。爽やかな石鹸の香りがいい匂いしてるんですけど、汚れてなかったってこと？はい、ちょっとね、今時間経ったんですけどね、ちょっと一回流すか。こんな感じで、なんか匂いがね、いい匂いプラスアルファ下水の匂いもする。なんか多分ね、汚れは置いといて匂いは洗浄してくれたんじゃないかな。今浮いてきてるんだよね、その臭い匂いが。あ、流したことでちょっと下水の匂いが消えましたね。ちょっとなんか一応汚れが浮いてるっぽいから2回目行ってみよう。一応ね、もう容量は分かったから、せっかくだから2回目行きます。それでは、行きます。よーい、ドン。振ってない、振ってない。あらららら、ダメです。綺麗です。いいことなんだけどね、さっきも言ったけど。ちょっと泡を見てみる。ほら、汚れ一つもない、綺麗な泡。ちなみにね、僕が使ってたって言ってたの、これダイソーのおちおち
パイプ用洗浄剤。これをね、使ってたんですよ。ほら、こんな感じで使ってるでしょ？一粒だけ入れてって感じで。ただ、効果としてさ、汚れとは書いてなかったからさ、除菌とかさ、すべての菌を除菌するわけではありませんって書いてあるから、匂いがメインなんだなぁと思ってたけど、汚れもしっかり落ちてたみたい。あ、これだほら、除菌、消臭にって書いてあったから、匂いだけだと思ったら汚れももしかしたら落ちてるのかもしれない。とにかくこれを使ってたら綺麗だったので、コスパを考えるとこっちの方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、これを使ってると、今回みたいな結果になります。ちなみにこれも、多分3ヶ月ぐらいは使ってなかったと思う。3、4ヶ月は。使ってなかった状態でこの綺麗な感じでした。こういう結果だったんですけど、まあ綺麗なのは本当にいいことなので。でもね、SNS 見るとみんな汚れドバーって落ちててすごいから、ずっと掃除してないなって思う方はやるのはいいかもしれませんね。で、コスパを考えると、これがかなりいいので良ければぜひ使ってみてください。これはさ、こういうとこだけじゃなくて、キッチンとかにもね、いろんなところに使えると思うので、いう感じです。あー、ちょっとね、ごっそりするとこは見せたかったんですけど、こんな感じになってすみませんでした。この度、公式 LINE 完成しました。公式 LINE といっても僕はお友達をコンセプトにね、みんなと距離感が近く、僕もお友達の気持ちで送りますし、みんなもお友達の感覚になれるようにすっごくこだわってやってるので、こちらの QR コードとか概要欄にね、 LINE のリンクあるので気軽に登録してみてください。